サピッツァインマーカムピザピザはカナダのオンタリオ州を中心にチェーン店を展開するファーストフード店。ピザやチキン、サンドウィッチなどを提供しており、大学の校内や映画館内といった新しい出店形式を多く採用している。ケベック州やアルバータ州などオンタリオ州以外の地域ではピッツァ73のブランド名で営業している。ピザ1枚の価格は おおむね10カナダドル20カナダドルほど、カナダ国内に500店舗ほどを展開している。ピザピザは1967年12月にトロント市内でマイケル・オバースが創業し、そこから1970年代にトロント周辺の地域、1980年代から1990年代にかけてはオンタリオ州全体にチェーン店を広げていった。 近年には、オンタリオ州外にも、勢力を広げており、2005年には、カナダ西部のローカルピザチェーン店を買収するとの旨を発表。実際に2007年6月に、アルバータ州エドモントンに、本拠地を置くピッツァ73を参加に加えた。また2006年には、ケベック州へ進出することも発表し、NHL のモントリオールカナディアンズのスポンサーになると同時に、 モントリオール市内に店舗をオープンさせた。現在トロントを中心とするオンタリオ南部は241ピッツァやピッツァノといったカナダの主要ピザチェーンの他アメリカ資本のピザハット、ドミノピザ、リートルシーザーズなどがひしめく激戦区となっており、近年にはグレコやパナゴといったカナダの大手ピザチェーンも続々と進出しており、ピザピザの強力な競争相手となっている。ピザピザは ホットフレッシュとオンタリオ S1 ピッツァを経営するオーガンとしている。また、トロント市内の注文受付の電話番号967-1111をリズミカルに歌う歌が有名であり、特に最後の7から1111 11のリズムは非常に印象に残りやすく、この歌をラジオやテレビで繰り返し流すことで同社の急速な発展に大きく寄与しているとしている。 この7から11から11の番号は、オンタリオ州以外でも注文電話番号の末尾5桁は、この数字で統一しており、ピザピザのトレードマークである。またピザピザは、以下の経営手法に関しても、カナダで最も早い段階で導入している。最近ではカナダで放送されている、テレビドラマ、デグラシー、ザネクストジェネレーションで、 プロダクトプレイスメントを行っているほか、ポップカルチャーへの影響も強く、トロントのバンドマキシー・フリューベスのキング・オブ・スペインという歌にはカナダにやってきたスペインの王がピザピザで最低賃金での労働をするという歌詞があり、マイケル・ムーアの映画ダウンサイズ・リスでは、ナイアガラの滝からカナダに入国しようとする不法移民に対してカナダ人になりきるためには、 ピザピザの電話番号を覚えることが重要だとアドバイスをするシーンがある。一方アメリカが主衆国ではピザピザというフレーズは全米4位の大手ピザチェーンのリトルシーザーズのスローガンピッツァピッツァとして広く知れ渡っている。現在オンタリオ州ではピザピザとリトルシーザーズは競合関係にありピザピザ側は2社に混同の恐れがあるとしてリトルシーザーズ側にピザピザ のスローガンをカナダ国内で使用しないようにとの訴えを起こし認められたため現在リトルシーザーズはカナダ国内でこのスローガンを使えない状態にあるピザピザは地元のスポーツチームへのスポンサー活動を数多く言っておりオタワでは地元の NHL チームであるオタワセネターズがホームリンクで6点以上を取って勝利した場合翌日その入場チケットの判決で 特定のピザピザの店舗でピザ一切れが無料で食べられる。この活動は2005年、2006年シーズンの前半はかなりの注目を集め、ホームでの試合では約半数でこの条件に当てはまるなどセネターズは目覚ましい活躍を見せた。2007年のプレイオフでは無料の条件としての得点が外されて勝利のみでピザ無料キャンペーンが行われ、ダニエル・アルフレッドソン、ダニー・ヒートリー、 ジェイゾン・スペッツァの得点を挙げる3人で構成される。フォーメーションのトップラインは地元のメディアやにファンによってピザラインと言われ親しまれている。似たようなスポンサー活動はトロントでも行われ、NBA のトロントラプターズがホームゲームで100点以上の得点を挙げると、翌日半券でピザ一切れが無料になるほか、メジャーリーグのトロントブルージェイズが金曜日が日曜日に行われる。 ホームゲームでその日登板した投手が合計で7、三振以上を奪う。なお、この7脱三振以上の試合が祝日の月曜日に起こった場合は次の平日に半券とピザが交換できる。またピザピザは全く拠点を持たない地区で行われるイベントにもテレビでの露出のみを目的とした広告を出すことでも知られており、ウィニペグで行われた第94回カナディアンフットボールリーグ グレーカップではマニトバ州に1店舗も持たないにもかかわらず広告を出していた。過去にはカナダのチームとの対戦が行われるアイスホッケー場のリンクにピザピザと入った広告を出していたこともあったが、このフレーズはアメリカ国内ではリトルシーザーズの商標として登録されているため、現在はピザのみの広告となっている。ありがとうございます。